はい、今回の選挙戦、私たちが掲げるテーマは日本を取り戻すであります。3年3ヶ月前、あの政権交代選挙で歴史的な政権交代が起こり、民主党が政権を取られました。もちろん政権交代の背景は我々自由民主党に非難が高まったということがありますから、半分のような我々にあると思います。ただもう半分はやはりあの誠にきらびやかなマニフェストというのが大きな要素であったことは間違いないと思います。あれから3年3ヶ月、多くの国民の期待は失望に変わり、怒りに変わり、そしてやがて嘲笑や侮蔑の対象にもなっている、こうした状況でありますけれども、今この国は実はばらまきをやっているような余裕はありません。人口が減少して、世界で最も少子高齢化が進む、そしてアジアとの激しい国際経済競争をやっておりますけれども、こうした中でもし日本が経済の競争に負けていけば、実は今日の福祉や社会保障そのものが維持ができません。したがって現世代はもちろん大切です。しかし後世子供や孫の時代に確かな日本の発展の元を残す、そうした愚直で誠実な政治が必要だ、そういうふうに思うわけであります。ところが残念ながら、この民主党政権の3年3ヶ月は、とにかくばらまきが中心であり、将来よりも今という形であったと思います。投資か浪費か、それが最も大きな政治の役割でありますが、それを間違えれば国は持ちません。浪費はやめる、投資をする、これをしっかりとやっていきたいと申し上げます。今回の選挙の大きな争点は何か、それは紛れもなくこの3年3ヶ月のマニフェスト選挙以降のこの民主党政治の是非を問うものでありますし、もしこれが中途半端であれば、それはもう政治の世界に言葉は全く無意味になります。どんな約束をしようが、公約をしようが、どんなマニフェストを掲げても、それは全く意味がありませんから、しっかりとこのあたりで政治の信頼、言葉の信頼、言葉への信頼を取り戻すためにも、まずはやはりこの機会にこの3年3ヶ月の民主党政治の是非を問う、その上で将来の政治を語る、これが我々の今回の選挙で訴えることであります。もう一度、後世に恥じない成長あっての雇用、経済あっての福祉、国防あっての平和、教育あっての未来、何よりも信頼あっての政治を取り戻すために、しっかりと愚直に誠実に、もう一度我々国民生活の原点から、真理、事情を基本にしながら、それを徹底的にサポートをする政治であり、そこに共助が加わり、公助がある、そうした、当たり前の政治の姿、社会の姿を取り戻していきたいというふうに思っております。